こんばんは。もう間違っちゃった。6月29日午後7時になりました。第244回しゃべくりまつろの時間になりました。今日のまつろなんですけども、予想が28度でしたがね、28度ぐらいいったんじゃないか、暑かったですね。ということでね、今日仕事から帰ってね、慌てて夕刊見ましたらね、1面と6面7面にね、三田組の記事が出てましたね。こう暗いニュースがたくさんある中で、三田組最近出てましてね、嬉しいことですね。十両の西の12枚目ですか。ということで、決まったということで、気分よくして、今日参りました。ということで、いつも通り、生放送でお送りいたしております。ということで、今日はですね、松代支所の大沢所長さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大沢さん、ところで今年の4月から、はい、所長、支所長さんということでおいでいただいたんですけども、はいはい、今まではどんなところにおいでだったんですか。はい、この3月まで4年間、市内の中御所にございます、長野県後期高齢者医療広域連合、この事務局の方に勤務しておりました。また私自身、市役所生活今年で35年目を迎えるんですが、はい、そのうち17年間は福祉の職場におりました。それが私の簡単なレクレクでございます。その後期高齢者の医療広域連合会事務局というのはどんなところなんですか。はい、難しい名前。基本は75歳以上の方を対象とします、都道府県を単位とします医療保険の、医療保険制度の、保険者ということになります。これはそうですか。はい、この写真がそうですかね。でこの制度は県下の全市町村で構成する広域連合により運営を行うこととされておりまして、事務局職員は構成市町村より派遣されております。長野県の場合定数が29名、はい、うち長野市からは3名が派遣されております。あ、そうなんですか。はい、というような、なんかよく分かんない難しいところなんですけれども、はい、そちらの方と今市長さんということで、はい、だいぶ仕事の内容は変わられましたね。そうですね、前の職場はこの医療保険制度に特化した業務ということだったんですが、市長はゆりかんごから墓場まで、文字通り人の一緒に関わる幅の広い業務内容となっております。それはちょっとフリップでご覧いただければと思うんですが、はい、分かりました、はい、これですね。はい、そうですね、はい、ご覧いただいている内容のものを網羅している、これが市役所の業務となります。はい、あと雰囲気につきましても、前の職場はほとんど電話ぐらいしかならなかったんですが、さすがに市長でございます、たくさんの方が日々お見えになっている、こんな感じが違いますね。はい、あ、そうですか。はい、それで今のその、皆さんねご存知だと思うんで、これが、この上の写真ですね。こちらが、市長ですね。今の市長ということなんですね。はい、どうですか。そうですよね。はい、はい、ところで市長さんのお仕事っていうのは管理するだけ。事務文書で言っちゃうとそんな感じになるんですけど、ただいわゆるもう一つの大きな仕事として、住民自治協議会、住民自治協の支援業務、それも私の大きな役どころとなっております。はい、そうなんですか。それで市長さんということで4月からおいでいただいた、はい、その意気込みっていうのは何かあるんですか。そうですね、市長っていうのは、行政分野の中でも一番住民の皆さんの近いところにある、そうですね、そういう意味で呼び所でございますので、そういう点では地域の皆様に愛される存在でなければいけないかなと思ってます。そういう点では今日常見てますとね、丸々ちゃんというような形で声かけしていただくような状況も見受けられまして、非常に嬉しく思っております。はい、で大沢さん、以前も何かこう松代支所長さんになるなられる前も関わりあったんですね。はい、なんかその今の昭和寮、そうですね、冒頭で申し上げましたが、17年は副職だったというふうに申し上げたんですけど、本当に若かりし頃なんですけど、いわゆる今移転してしまいましたが、旧昭和寮の家はですね、市所の施設の入所
措置ですとか、あるいは入所者の方の面談ですとか、各種の用事でですね、何回となく伺わさせていただきました。で、その真っ白昭和寮だった跡地にですね、今年真っ白福祉寮というまた素晴らしい、これまた福祉施設ができた、これが本当に嬉しかったですね。はい、開所式にもいらっしゃるんですか。開所式も伺わせていただきました。本当に立派な施設で懐かしかった。まあ、場所的にはあれなんですね、場所は映ったもんね、建物はちょっと変わってしまったんですが、よかったなと思います。あ、まあ、ある面福祉の精神かと思っています。そうですか、はい。で、まあ、市長さんということなんですけども、楽しい苦しい、やっぱり大変か。大変ですね。本当に申し訳ないんですが、はい、私決しての仕事人間ではないんです残念ながら。ただ正直言って私人見知りですしね、引っ込み思案ですので。そうなんですか。そういう意味では決してそんなに見えないって言われてしまうんですけど、そういう点ではいろんな方と知り合える、そんな機会を与えてもらって本当にありがたく思ってます。はい、ですね、良かったっていうのは、まあ、今の話なんですね。良かった、市長さんとして良かったと、はい。なんかお聞きするところによると、お生まれお宅は篠ノ井そうなんです。なんですね。真っ白に本当に近しい隣接地、篠ノ井になります。で、そういう意味でもですね、この真っ白に赴任させていただきまして、この歴史と文化に彩られたこの非常に奥深いこの真っ白のいろんなことを知る機会とかきっかけを与えてもらって、本当に良かったなと思っております。はい、そうですか。で、今のこの松代市長はあれですか、職員っていうのは結構たくさんいらっしゃるんですかね。現在の正規職員が11名、はい、あとパートの職員が6名、全体17名の職員体制で運営を行っております。はい、そうですか。またぜひですね、はい、市長さんということでぜひよろしく一つお願いしたいと思います。皆さんにもよくお顔を向いていただきまして、はい、気軽にお声掛けしていただければありがたいかと思っております。はい、じゃあこうカウンターから市長さんって言って言っちゃっていいですか。ぜひお願いします。知らねえよそんなのなんて言わないですからさ、ね、お願いします。絶対そんなこと言います。あ、そうですか、分かりました。ところでですね、はい、何か趣味がすごくたくさんあって、趣味話したらなんか2時間ぐらいあるとかっていう話聞いたんですけども、そんなにたくさん趣味あるんですか。まあ、趣味言い出せばきりないんですけど、まず代表的なところとすれば、代表的なところでいいですよ。もう2時間ちょっと無理なので、はい、一応マラソンかなというふうに思っております。これがマラソンですか。はい、ちなみにちょっと私がこれまで出場しましたレース、一覧にしたためてまいりましたもので、これはそうですか。とりあえず、まあ、もっと走ってらっしゃる方にとってみればなんだこんなことかとおっしゃられるかもしれませんけど、まあ、それなりに走ってきた証かなと。まあ、走り出したのは決して早くなくてですね、44歳が第一 のマラソン大会になります。44歳でまさか80ぐらいじゃねえでしょ。まだとりあえず今年58になるんですけど。でしょ。ということはまだ十何年。そうですね。でこんな話してるんですか。まあそれでも長野マラソン第1回第2回の時にボランティアをさせていただきましたもんで、はいはい、それがきっかけでなんだ自分よりはるかに年上の人も走ってるじゃねえかと、はあ、じゃあ俺にもできるんかなということで、はあ、まあ、走り始めたと、はあ、それがきっかけです。評価されちゃって、はいはい、はあ、そうなんですか。それでこれが、はい、あとこれもちょっと自慢っぽくなってしまうんですが、自慢しに来たんですか。決してそんなわけじゃないんですけど、これある程度胸張れる話かなということで、ご覧いただいている写真なんですが、うん、これは東京マラソンの写真なんですね。年度はちょっと2枚異なってるんですが、こちらがそうですか。スタートラインスタートしている写真がこれが2008年のもので、東京タワーをバックにしているもの、こちらが2012年のものになります。で、なぜこれ胸を張れるかと言いますと、うん、これ倍率が約10倍ぐらいになるんですよ。10倍ぐらいの抽選を経ないと東京マラソンに出られないと、そういう意味でこのちょっとマラソンの写真をお持ちしました。あれ、これ出場するに申し込めば出られるんじゃない、抽選なんですよ。はですから多分ひょっとすると今までに1回も抽選に当たったことないという方もおそらくいらっしゃると。はじゃあ残念ながらもうこのマラソンに出場するだけですげく素晴らしい、ちょっと自慢かなと。あ、はい、はあ、はい、出場して自慢、それで完走して、実は部下にも走ってる人間いるんですけど、はい、彼は残念ながら出たことないんです。はあ、はい、やっぱりおっちゃんです。はい、そうなんです。で、そうすると2回も当たった。はい、2回も当たったんです。運いいですね。運がいいなと言われています。はあ、
ひょっとするとこれで一生の運を使ってしまったんじゃないかと、そのぐらいの使ったのかと思います。あと他にもなんかいろいろ出てるんですか。はい、それでちょっと別の写真1枚ちょっと、うん、あのアクアライン写ってる写真、これはアクアラインなんですが、これあの千葉 の, あの森田県知事の肝煎り始まってるアクアラインマラソンっていうのがありまして、うん、木更津をスタートしまして、はい、アクアラインの海ホタルを折り返して戻ってくるというマラソンなんですね、うん、でこれ毎年やってないんですよ、各年開催で、うん、昨年が2回目で今年はまたやんないということで来年が3回目ということで、これもまだまだまだこの海の上を走ってるってことはまだ数少ないだろうと、うん、多分累計で2万6千人ぐらいしかない。走ってってあの車で走ったんじゃねえでしょ。もちろん自力で日本の足で走ったということで。そうなんですか、はい、素晴らしいですね。これはまたあのちょっと日常、非日常なんですが、とりわけ非日常を味わわせていただいたということで感激しました。やっぱり今日なんか自慢しに来たみたいですね。そうですね、本当に遊んでるだけの支所長みたいで本当に心苦しい次第です。まあそれはちょうど、はい、いや素晴らしいですね。あの、皆さんもスタッフっていうか職員の皆さんもやりやすいですよね、そういう社長さんは。ね、どうですかね、遊び人だなと思ってるんじゃないかと思います。いや、いいですね、はい、やらせていいと思いますよ。ところでまだなんかあるらしいじゃないですか、はい、もう一点これだけちょっとぜひあの自慢ついでにお話をさせておいていただこうかなと思ったのは、マッシュロンとも深く関与してるんですけど、あのこちらの DVD、はい、あの転校生という映画、これ大林信彦監督が平成19年公開の映画なんですね、うん、はいはい、ほとんど長野市でオール ロケ撮り、された映画でございまして、うん、マッシュロンも5箇所ほど、うん、山寺定山邸、ね、はい、加賀温泉一応館、うん、あるいは、清谷観音、うん、等々ですね、うん、5箇所で ロケをしております、うん、はい、まあ、なぜこれをご紹介させていただいたかといいますと、うん、あのまず長野市民の熱い思いに応えて、はいはい、小林監督が長野市をロケ地として映画を作成していただいたということ、うん、はい、でもう一つなんです、これも大いなる自慢です、うん、これエンドロールの写真なんですが、ここに実は私の名前が出てるんですよ。え、ちょっと大沢重信という名前が出てるんですね。あ、これですか。はい、あ、そこです、大沢重信。これはまさしく映画のエンドロールの場面なんですけど、通常あのエキストラの個人名がですね、うん、映画のエンドロールに流れるなんてことはまず絶対ありえないんですね。これ自分でパソコンで作ったんじゃない、決してその合成写真でございません、ちょっと画像悪くて恐縮ないんですけど、これ本物なんですか。本物なんです、そういった熱い思いに応えていただいた大林監督ですし、さらにその熱い思いをさらにこのエンドロールへの、あの、うん、個人名 の表示というところで、うん、さらにあの熱くあの 表現していただいた、本当に頭が下がる思いでいっぱいでございます、ただただ感激しました。はい、いや何もすげえ歓迎してますね。本当に歓迎しました。すごく大林監督になんか俺一言言うんですか、言わないいいですか。本当にもう、うん、ありがとうございました、ただただそれ一言しかいけなくて申し訳ないんですけど、まあできればもう一回映画を撮ってください、全編真っ白ロケでということでお願いしたいなと思っています。はい、そうなんですか、はい、いやなんか写真も持ってきてもらったみたいですよ、映画の、はい、そこに大沢さん出てるんですか。こちらは私全然出てないんですが、こちらがあの、大林監督や主演を張られた蓮佛さん森田さんの、写真になってます、うん、こちらがあの大林監督、あとこちら主役の方ですね。この方がそうですか、この方です。女性が一番右側の方が大林監督です。あです、ね、で下のお二人が主演、指導しているのが主演のお二人になります。はい、あそうなんですか。あと真っ白でいけばですね、はい、こちら、うん、左側のページの男性の背景になっているのが、うん、一つはあの武井稲荷さんと、あともう一つは山寺定山邸が、こちらです。これが山寺定山邸、はい、でそのこちらが多分後ろに少し赤く写っているのが竹稲荷の関係かなと思います。あ、こちらですか、はい、あこちらですね、はい、はい、あそうですか、はい、素晴らしいですね。はい、わかりました、ありがとうございます。それではね、最後に一言だけ、もう時間もないと言ってますんでね、はい、一言だけちょっと松代の皆さんに何かありましたら、はい、あのまあ、皆さんすでに ご案内の通り、来年大河のドラマ真っ白さだ、うん、あのさだなまるの放映になります、はいすね、はい、ぜひともあの
真っ白のがあの盛り上がるように、うん、皆さん、ね、一生懸命あのこぞって盛り上げていくということで、うん、ぜひともご協力お願いいたします。はい、ありがとうございました。今日はもう本当にお忙しいところありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご苦労さんでした。どうも、はい、ということで、はい、お知らせも、はい、お知らせですね、はい、路地、巡りということで、7月4日土曜日ですね、はい、9時30分からということで、真っ白城入り口、これね、街の中のね、これ回っていただくんですね、はい、古い良き街並みを、ね、巡りますよ、うん、そういうことで、半日、はい、真っ白城集合でございます。会費500円、はい、ちょっと暑くなるんで ね、うん、熱中症にならないように水をちょっと持ってきてくださいね。そうですね、水分持ったからね、はい、それとですね、はい、堀六平さんっていうんだけども、これね、有名な童謡やね、夏メロをね、うん、歌いましょうっていうので、樋口家住宅、これも同じね、7月4日なんです。これ1時から同じ日ですね。同じ日だからね、午前中ね、巡りをやって、それで午後これでね、堀六平さんに、でかい声で歌っていただければいいかなって、ね、これもね、お金はね、1500円。私たちがね、うん、子供じゃない、若かりし頃はね、堀岡さん、わさびずだった、あ、違った、いや、あ、違った、あれ違った、そうかも、そうかもしれないですよね、うん、有名だったんですよ。そうそう、有名、うん、今も有名だよ、あ、あちこちでやってるよ、はい、今も、やってますよ、はい、はい、そうですよ、はい、はい、そういうことでね、はい、はい、ということで、来週の予定は、はい、来週は、あ、また再び宮坂さん、はい、ね、今度は何をやるかっていうと、あ、そうです、ね、豊坂保育園の園長さんだって、そう、うん、何を保育園について、そういうことね、はい、そういうことですね保育園についてですよ、うん、でね、この方はね、うん、消防署の所長さんをされた方なんですよ、定年、そう、定年になってね、その後やってるの、今年から園長先生になったんですよ。ということでね、うん、新しく就任されたんで、うん、この間お話ししたら、うん、あ、いいよっていうようなことですね、はい、じゃあ消防自動車の話もできるってことですか。消防自動車の話もしてもらうと思ってますがね、うん、いいね、はい、はい、やした消防自動車じゃないじゃないですか消防の話ですよ、はい、ということで、はい、じゃあそういうことでね、じゃあ来週お楽しみしていただきましょう、はい、昔消防士で今豊坂保育園の園長先生、うん、ということで、坂井さんね、どうぞ、はい、はい、よろしくお願いします。楽しみにどうぞ。松代はあなたの街、ありがとうございました。